鉄道管理局は日本国有鉄道の機関で全国の国鉄路線を地域ブロックに分けて管理するために置かれた国鉄本社を保管する地方機関である。本校では鉄道管理局の上位組織として設置した総局及び明治、対象期に存在した地方管署の鉄道管理局及び関連する地方機関についても述べる。 新潟鉄道管理局庁舎静岡鉄道管理局庁舎福知山鉄道管理局庁舎鉄道管理局は日本国有鉄道法で日本国有鉄道の住宅事務所と定められた地方機関で現在の各旅客貨物鉄道の死者及び支店に相当する現業機関の上位に置かれ本社と各現業機関との調整監督を担当した 太平洋戦争中の鉄道省時代に鉄道局の元に設けた管理部を再編するために設けた。1950年1月1日に北海道、同年4月1日に四国でそれぞれ管理局制を施行した後、同年8月1日の地方組織改正で誕生。全国47カ所の管理部及び鉄道局を27鉄道管理局に再編した。 鉄道管理局の故障は、これ以前にも低心省帝国鉄道庁及び内閣鉄道院時代に用いられたことがある。発足時点での地方機関は、米国流の組織体系に倣って、業務別の縦割り組織とされ、鉄道輸送業務を行う鉄道管理局のほか、地方営業事務所、地方経理事務所、地方資材事務所、自動車事務所の各機関が発足した。後 講和直後に実施した1952年8月5日の組織改正で自動車事務所を除く各事務所が鉄道管理局に統合された。高度経済成長期の首都圏の輸送量急増を受け、1969年3月1日に東京鉄道管理局を東京北、東京南、東京西の3局に分割した。一方、死者制度時代に新潟、 広島、四国の三鉄道管理局が廃止され、死者に統合されたが、1970年8月14日の死者制度廃止で、新潟、中国の両死者は、九州の鉄道管理局に改称した。また、札幌、文字の各鉄道管理局は1985年3月20日に、北海道、九州の各総局に統合された。札鉄局は、 北海道総局発足時から1976年12月1日の同総局組織改正までの期間も総局に統合されている。1987年4月1日の分割民営化に備え、同年3月1日に全国14路線で鉄道管理局の局会を各省計会社の予定エリアに合わせて変更した。鉄道管理局の組織機構は 国鉄末期には以下の7部33課を標準としたが、小規模局では4部体制とするなど、局の規模によって違いがあった。各部下は対応する本社部局の地方で先機関として、関係現業機関を所轄するとともに、局内多部下と連携して、管内業務の調整を行った。民営化時の組織改変分割民営化に伴い、鉄道管理局の各部下業務は、 旅客、貨物別に分割され、各旅客、貨物鉄道会社の、死者及び、支店に、改変承継された。さらにその後、各社が、度重ねて独自の組織改変や死者境変更を行ったため、現在は、国鉄時代の体制との厳密な比較はできない。このうち東京及び、大阪の旅客鉄道会社承継業務について、 国鉄本社の東日本会社設立準備室と西日本会社設立準備室は列車運行業務と駅務などの営業関連事業業務を切り離すことを決め各局の運転部、施設部、電気部の関係業務について新設の運行本部に統合承継させた。1987年4月1日の新会社発足と同時に首都圏本部運転部などを 分離改編した東京圏運行本部を JR 東日本に大阪、天王寺、福知山局の各運転部などを分離改編した近畿圏運行本部を JR 西日本に設置した。しかし両者とも業務の効率化を目的に民営化後間もなく運行本部を廃止して営業部門と再統合した。 東京圏運行本部は1990年9月に首都圏本部営業部などを前身とする東京圏営業本部と統合して東京地域本社に改編。近畿圏運行本部は1987年10月に JR 西日本鉄道事業本部と福知山支店及び和歌山支店に統合された。四国総局庁舎総局は 鉄道管理局を地方単位で総括した本社直轄の機関で旧支社の流れを組む地方機関。昭時代の鉄道局に相当する。支社制度廃止を受け、1970年8月15日に北海道、九州、四国の三総局と新幹線を管轄する東海道新幹線総局が発足した。旧死社に引き続き北海道総局は、 札幌、旭川、釧路、青函、九州総局は、文字、熊本、鹿児島、大分の各鉄道管理局を総括した。四国総局はエリアが小さいため、失社時代から鉄道管理局の業務を統合し兼務した。このほか、本州には、東北支社、中部支社、関西支社があった仙台、名古屋、大阪に駐在理事室と輸送計画室を置いて、 業務を承継した。分割民営化を視野に入れた国鉄再建管理委員会提言に基づく1985年3月20日の組織改正で北海道九州両総局は総局所在地の札幌文字の両鉄道管理局を統合して業務を兼ねたほか、本州の三駐在理事室は廃止、三輸送計画室は仙台、名古屋、大阪の 各鉄道管理局内に設けた企画調整室、輸送計画室に統合した。また総局と同等の地方機関として、死者制廃止時に、東京三局管内の海湯、予算、投資など一部の業務に限って一括して所管する首都圏本部を設置したほか、1981年4月には、東北、上越新幹線の輸送指令業務を所管する東北。 上越新幹線総合指令本部を設けた。本校で述べる地方機関としての総局が設けられる以前に本社部局の新幹線総局が設置された時期がある。本社幹線局を解消したもので東海道新幹線の建設事業を所管した。新幹線総局は東海道、山陽新幹線のうち輸送指令業務のほか駅を除く路線と 現業機関を管轄し、各駅の場来区間と、校内、営業業務は、新幹線の各区間に対応する在来線の地元鉄道管理局が管轄した。山陽新幹線岡山開業直後の1973年、国鉄本社は、取り替え事故などの重大なトラブルが多発していた、観想局に対し、その後も予定されていた。 全国新幹線網の拡大に伴って見込まれる組織の肥大化と国鉄部内における彼らの権限の再現内拡大を問題視した。本社は山陽新幹線博多開業に合わせて西日本の各区間に対応する在来線を管轄する岡山伊勢の各鉄道管理局に同区間の路線及び原業機関も管轄させ、観測局から業務と権限を切り離す。 輪切りを実施することを検討し、岡山、広島、文字の各鉄道管理局内に新幹線開業準備室を設置して調整に当たった。しかし本社と三鉄道管理局による改革の試みは、1974年4月20日付で、広島管理部及び九州管理部を幹創局の下に設置する形にとどまり、幹創局は所管を 山陽新幹線全線に広げることになった。本社が狙った、観想局被大化素市は後、東北、上越新幹線を観想局に所管させない形で、実現した。国鉄内部の観想局罰の介入を防ぐため、本社直轄として、人事の時点から完全に、観想局から切り離した東北、上越新幹線総合指令本部が、 輸送指令業務を所管するほかは全区間を各区間に対応する在来線所管の鉄道管理局の管轄とした。本社はその後も東海道山陽新幹線の所管についても鉄道管理局に完全に移す新幹線総局解体をなお検討していたが、同時期から急展開した分割民営会の動きによって妨げられる形となり、 関総局罰はほぼ無傷で東海旅客鉄道の新幹線運行本部となった。一方、広島、九州両管理部を母体とする山陽新幹線区間を承継した西日本旅客鉄道では1988年から各区間に対応する在来線所管支社への新幹線業務の移管を行った。旧関総局罰である JR 東海側はこれを 強く批判し、結局 JR 西日本は2007年、新幹線管理本部を設けて、総局時代と同様の形態に服した。しかし東北、上越新幹線を所管する東日本旅客鉄道と、総合運用を行う北陸新幹線の開業に当たり、JR 西日本は、自社管内路線について、当時の JR 東日本と同様に、各区間に対応する。 在来線所管の金沢支社の管轄とし、人事及び業務の両面で JR 東海と関係を持たざるを得ない新幹線、管理本部には関与させなかった。なお、JR 東日本は2019年、駅営業業務以外の新幹線業務を所管させる新幹線統括本部を発足。九州旅客鉄道は九州新幹線の運営について、 本社鉄道事業本部内の組織の管轄としている。鉄道管理局に関連する日本国有鉄道の地方機関制度として次の制度が存在した。運輸省から承継した鉄道局に代わって地方単位で地方機関を統括する責任者として1950年8月1日、地方運輸支配人と地方営業支配人を設置した。運輸支配人は 本社運輸総支配人直属で管内の鉄道管理局を営業支配人は本社営業局長直属で管内の地方営業事務所を所管した。このほか地方支配人を介さない本社、経理局長直属の地方経理事務所、本社資材局長直属の地方資材事務所、本社自動車局長直属の地方自動車事務所をそれぞれ設置した。 1952年8月5日の組織改正で、地方自動車事務所を除く営業、経理、資材の各地方事務所を鉄道管理局に統合し、同時に運輸支配人、営業支配人に代わって、各鉄道管理局を管轄する本社直属の管理者として、北海道総支配人、東北総支配人、関東総支配人、中部総支配人、関西総支配人、 西部総支配人の6地方総支配人を設置した。失社間活図、東郷新次総裁時代の1957年1月16日、本社から地方への大幅な権限移譲を行うために、総支配人制度を再編して発足したもので、北海道、東北、関東、中部、関西、西部の6支社を設置。後の分割民営化構想のモデルとなった。その後、 1959年に、新潟、中国、四国の三支社を新設し、北海道、東北、関東、新潟、中部、関西、中国、四国、西部の旧支社体制となった。一支社一鉄道管理局の新潟、中国、四国の三支社は、管内の鉄道管理局を廃止して、業務を統合した。また、東海道新幹線開業に備え、 1964年に東海道新幹線死者が発足。西武死者は1968年2月1日の組織改正で九州死者に解消した。後年、当初の狙いとは逆に組織被害を招いていると国会などで批判を受け、また通信インフラの整備もあり、本社組織再編に合わせて1970年8月14日に廃止。北海道死者。 四国支社、九州支社と東海道新幹線支社は総局に移行したほか、本州には新たに輸送計画室、駐在理事室を置いた。関山線区の合理化を目指し、線区に鉄道管理局の一部の権限を移管した選区別経営を行う原業機関で、運輸区は、当該線区の駅、ストム・運輸業務を、管理所は、駅、ストム・運輸、補線、 信号通信業務などをそれぞれ統合した。鉄道管理局再編の施行として大幅に管理局の権限を移したケースもあった。民営化後の各旅客鉄道で導入された運輸区、鉄道部、鉄道営業所などの現業機関の原型となった。1954年に運輸区をクルリ線と木原線に1956年に管理所を 戦績戦にそれぞれ設置。いずれも一定の成果を上げたため、1958年以降、各地の換算線区で設置が進み、ピーク時には、運浴が38線区、管理所が3 0線区に設けられたが、1970年までに廃止された。日本における鉄道管理局は、 関接鉄道事業を行う停心省外局機関として1907年4月1日に発足した帝国鉄道庁で全国の原業干渉を管轄する地方干渉として初めて設置された鉄道省運輸通信省及び運輸省時代の鉄道局日本国有鉄道時代の支社及び総局に相当する鉄道国有法で 国鉄網が拡大したことに伴う業務量の増大に対処するもので帝国鉄道長官制に基づき北海道を九州の2帝国鉄道管理局を設置して買収した北海道対抗鉄道及び九州鉄道の業務を承継した。両管理局の下には原業機関を直接管轄する運輸事務所及び保線事務所の各事務所が初めて設けられた。また本州には 営業事務所、建設事務所、水道事務所の各事務所を設置した。さらに、鉄道監督行政官庁の定新省鉄道局と統合して1908年12月5日に発足した内閣鉄道院で全国に鉄道管理局が設置された。同時に、鉄道管理局下の地方機関を運輸事務所、保線事務所及び水道事務所、工場に再編したほか、 鉄道管理局と別に建設事務所及び出張所を設けた。後の完成改正で北間は青函航路も所管。1913年5月5日の鉄道院完成、改正で東京、神戸、九州、北海道の4管理局に一時再編されたものの、翌年の完成改正で急に復した後、1919年5月1日完成改正で、 札幌、仙台、東京、名古屋、神戸、文字の六鉄道管理局に改組された。翌1920年5月15日に実施された鉄道院の鉄道少々格に伴い、各鉄道管理局は鉄道局に改装した。後1928年に神戸鉄道局が大阪に移転し、大阪鉄道局に改装したほか、広島鉄道局、新潟鉄道局、 カラフト鉄道局、四国鉄道局がそれぞれ新設された。鉄道局は1939年8月30日には、管内の地方鉄軌道自動車の免許及び認可、運賃及び料金に関する陸軍、監督行政全般を所管する地方勘所となったが、それらの行政業務は、日本国有鉄道発足時に、運輸省に新設された。 地方陸運局に分離移管された。旭川、釧路、札幌、四国での鉄道管理局制の試験導入に先立ち、1949年9月20日に、札幌鉄道局から釧路鉄道局及び旭川鉄道局を分離新設した後、1950年7月31日に廃止された。日本国有鉄道の廃止日時点で置かれていた総局、 鉄道管理局は次の通り。日本国有鉄道では、鉄道管理局のほか、地方自動車局、部、工事局、及び一部の工事事務所や、工場などを鉄道管理局と同等の地方機関都市、本社、または総局の下に置いた。1987年3月現在の体制は、次の通り。このうち地方自動車部、局は、独立再産制をとっていた。 ありがとうございます。